インディア型潜水艦は、ソビエト、ロシア海軍の通常動力型潜水艦である。深海級南艇を除けば、現在までに建造された唯一の救難専用潜水艦である。インディア型は、NATO コードネームであり、ソ連海軍の計画名は940型潜水艦である。1960年代、米海軍に対抗すべく、ソ連海軍は、戦力拡大を推進し、 続々と潜水艦を巡航させていた。しかし、潜水艦隊の規模拡大とともに潜水事故も増加していた。そのため、事故にあった潜水艦を救助するための救難潜水艦の必要性が高まり、1967年にソビエト連邦閣僚会議の採決により、数種類の救助潜水艦の開発計画が開始された。 本型以前に開発された救助潜水艦としては、666型潜水艦が存在するが、この型は通常の攻撃型潜水艦を改造したものであり、救助潜水艦としての性能には不満があった。そのため、当初から専用の救助潜水艦として設計された第940号計画が誕生した。開発を担当したのは、 ソ連三大潜水艦設計局の一つである、ソロモノフ設計局であった。本型への要求性能は、生命維持装置、電ネ排出装置、医療装置、金属切削装置などを搭載して、深度300メートル海域での作業が可能、というものだった。本型の設計は1972年より開始され、1980年代に試験艦が完成。 各種救助事件が実行された。1985年10月に米海軍が撮影したインディア型潜水艦。上艦艦に半埋め込み式に搭載された深海級難艇の装備位置がわかる。インディア型潜水艦の最大の特徴は艦隊の上面に深海級難艇2隻を搭載できるスペースを持った、いわば、救難母艦である点である。一般的に、 深海級南艇はその小型性もあって低速であるが、940型潜水艦は、水上ならば15.0ノットの速力で航行する、ことが可能である。このことは、いざ潜水艦の事故が発生すれば、直ちに現場に急行し、深海級南艇を放出して、救助活動に当たることが可能であることを意味している。さらに、潜水艦であることは、深海級南艇を搭載した。 潜水艦救難艦と比較した際、悪天候や流氷に覆われた海などでも先行することで問題なく航行ができ、かつ秘密裏に救難活動ができるという利点がある。インディア型潜水艦は最大で2隻のプリズ急進海級難艇を搭載することができ、2隻で沈没艦からの生存者の収容、生存者の本艦への移送を行うことで、 迅速に救助ができるようになっていた。また、ソナーも装備していたが、これは敵艦捜索用ではなく、遭難艦捜索用のものであった。冷戦時の西側諸国では、戦闘区域での救助活動を考慮して、巨雷発射艦による武装もしていると考えられていたが、実際には非武装であった。米海軍によるインディア型の運用創造図、インディア型の救難潜水艇が、 ノベンバー型の救助を行っている。本級の開発自体は順調に進行し、試験管を用いた各種実用試験も大きな問題はなく進行した。しかし、ディーゼル推進型潜水艦である本型では、深海での長時間にわたる救助活動には適さず、開発は中止され、試作建造された2隻は、海没処分された。しかし、 940型の開発経験は、以後の救助潜水艦の開発に生かされた。酒類の一種。当時、ソ連海軍はエリブルス級潜水艦救難艦を2隻保有しており、また、紅葉衛船に深海級難艇を搭載することも行っていた。1991年8月17日に撮影されたウラジオストクの940型潜水艦は、 艦隊は錆びつき、上構えの一部が撤去されるなど、とても運用中とは思えない状態で放置されていた。ありがとうございます。